頬の内側を鏡で見てみたときに白い線がありますか？おそらくこのような事実を知らない人の方が多いと思いますが、知っていても特に気にせず生活しているでしょう。まず今回のテーマの内容を確認するために舌で頬の内側を撫でてみてください。本来は滑らかであることが想定されますが、引っかかりがある方もいるはずです。そしてそれに沿って舌を動かしてみると、頬の内側に長い何かがあるように感じますが、実際に目で確認してみると長くて白い線が見えます。今回調べてみる内容は、頬の内側にある白い線の正体についてですが、解説を始める前に、白い線があっても健康上問題ないので、安心してみてください。この線の正体は白線です。両側の鏡粘膜、つまり頬の内側に水平に、歯の咬合線に沿って白い線が観察される非常に一般的な症状です。その症状は遺伝的な要因で現れるものではなく、頬を噛むことや歯ぎしり、歯を食いしばるといった良くない習慣が原因で現れます。蒸気のような行動によって、頬の内側が持続的に刺激されると、その組織が過剰に角化し、上皮組織が飛行して白線が現れます。この症状が現れた場合、これといった治療法はありません。刺激を与えなければ徐々に消えていきますが、ほとんどの場合、良くない習慣によって発生しているので、消えてもすぐに再発することがあります。いずれにせよ健康に支障はなく、治療法もないので、無視して生活しても良いのですが、歯ぎしりや歯を食いしばることは、歯や顎関節に良くないので、状況に応じて管理が必要になる場合があります。顎関節が頻繁に痛かったり、歯の頭の部分が摩耗しているように見えるようなら、このような習慣が原因である可能性があります。そしてインターネット上では、喫煙者に現れる症状だという話がありますが、口腔内科医の言葉をお借りして話すと、喫煙による白線の発生はほとんど観察されていないそうです。最後に白線ではないのに、白線と勘違いすることがあります。水平に長く伸びているのではなく、白い網目状に見える場合は、扁平体線と呼ばれます。一般的に100人中1人に観察される一般的な症状で、中年の女性に多く発生します。扁平体線の場合は、ストレスや口内にある歯科補鉄剤量、または高圧薬、糖尿病治療薬などの様々な原因で発生します。この内容に関連して、インターネット上では、初期の口腔がんの症状とされることもありますが、その確率は非常に低いので、誤解しないでください。疑問は解決されましたか？